お願いします。はい、おはようございます。私の方から2項目ございます。まず、事業仕分けに関してでございますけれども、9月4日から5日にかけて実施いたしました静岡型事業仕分けにつきまして、各事業に対する仕分け人の評価意見等の具体的内容を別紙の通りまとめましたので県のホームページで公表いたします。事業仕分けの結果につきましてはすでに発表済みでございます。ご存知と思いますけれども、今回はそれぞれの事業に対する仕分け人の意見を公表するものでございます。不要とされました16本の事業につきましては10月中下旬に所管部局から見直しの方向性について、私の方にご報告いただきまして、でそしてその上で記者発表をしてまいる予定でございます。その他の事業の見直し状況につきましては各部局からの予算案の提出段階、予算案が固まった段階で、公表してまいります。仕分け人のご意見につきましては事業関係者や県民のご意見もお聞きした上各部局におきまして十分に検討を行い最終的に私が判断した上で議会にお諮り申し上げて予算編成や組織定数などに反映させていく所存でございます。第2点の報告事項は磯崎新氏から回答文書が届きました。私の方から文化観光部長の名前におきまして磯崎新氏に対しましてグランシップの件でお手紙を差し上げましたところ9月17日付で9月21日に磯崎氏から回答が届きました。お手元にあるコピーの通りでございます。その他大屋根を持つ建物についてと題する文書が同封されておりました。その他さらに磯崎さんが前に執筆されたディオニッソス・テアトロ・オリンピコと大円堂と題する劇場の舞台論演劇的身体論を論じた論文の英語版および日本語版が添付されておりました。この間担当者が磯崎さんのところに参りまして私といたしましては危機管理防災ということが基本で現在委員会で検討していただいておりますけれども、そこの検討結果をベースにして検討局で最終判断をして、そして屋根が剥落して落ちてこないようにする方法を決定したいと思いますけれども、そのことにつきまして一切関与されないようにと、あるいは場合によってはご協力賜るようにということがこれからの手続きになるかなと思っております。すでに検討局者と直接お目にかかられた折に磯崎さんの方からは一切こちらの方から注文することはないと、スレッドにこだわるというふうなようなことも含めて、自分の方からは全面的に協力したいというそういう口頭におけるお返事をいただいておりますけれども、これをきっちりと文書にしてもらいまして、そして、あとはこちらの判断でやってまいりたいと思っております。それ以外に本県のリーディングアドバイザーなどを通じましてご意見、建築家のご意見をいただいておりますけれども、やはりそれぞれ意見がございまして、スペインのガリシア地方でこれを使ったスレートを使った建物があるわけですけど、そこと本家とでは降雨量が違うと、向こうは年間1000ミリ程度ですけれども、本県の場合ですと、それの 2.3 倍、2300ミリ以上降っているということも大きく影響しているのではないか、さらに、降雨量だけでなくて湿度も違うであろうというご意見もございました。さらに東静岡
のすぐ近くですから、駅のすぐ近くですから、新幹線の振動もあれだけ頻繁に1時間に13本も、のぞみに関しては9本も失効しているわけですから、まあ、そうした振動も小さいからの影響を与えているのではないかといった意見がございまして、いずれもこの剥落の可能性に対して危惧を持たれているということでございましたので、私も防災の観点から悩みについてはしっかりと検討結果を踏まえて方針を打ち出したいというふうに考えております。以上でございます。すみません、管理者の毎日新聞です、はい、よろしくお願いします、はい。まず発表事項でこの回答を受け止めてですね、まあ、率直な内容を見てですね、まあ、どういうご感想をお持ちになったのかということをお聞かせください。そうですね、奈良の建物と東静岡の建物が似ているというのは素人における印象だったわけですけれども、磯崎さんはそれぞれについてデザインの哲学をお持ちであったということが分かりました。と同時に、私はグランシップが公募で名付けられたということを知らなかったのです。初めからグランシップといいますか、そうしたコンセプトのもとに建物を作られたのかと思っていたわけですけれども、まあ、むしろこの静岡という海に面したところが船出するという、そういうお気持ちをおありになったようでございますけれども、グランシップが先にあったのではないということで、私は船をひっくり返したような建物だと思っていたわけですけれども、それは当たらぬ批判であったというふうに反省はしております。あとはやはり建築家はそれなりの哲学を持ってお作りになっているということでございますけれども、設計者、そして施工者ですね、この辺りに普通中学生ぐらいでも分かる風土の違いといったようなことが、たとえガリシア地方で剥落の報告がないとはいえ、そうした面についての配慮があったのかどうかということは、建築家が今専門的な観点からおっしゃっているぐらいでございますので、その点の配慮に欠けたかもしれないなということがあって、磯崎氏自身も大変心配されていることがよく分かりましたので、また協力を全面的にしたいと、あるいはこちらの意向を尊重するというふうに言われているとのことですので、まずはこの点における疑念のようなものは払拭されたというところでございます。ありがとうございます。あとは各社、この発表の件である社お願いします。特に、あれないようなので、管理者質問に移ります、はい。まず尖閣諸島の、漁船の衝突事件についてなんですけれども、まあそれこそ、まあ、国レベルで日中関係が冷え込んでいる中で、まあ、先日県の友好訪中団の事業が、まあ3776人達成されたということで、まあ、改めて、まあ、知事の所感と、今後の訪中事業への影響についてお聞かせください。それともう一点が、今朝FDA から小松便の運休の発表がありました。で、まあ、静岡空港から、まあ、伸びている路線では、まあ、初めて、まあ、完全撤退という、まあ、運休という形になると思うんですけれども、まあ、その受け止めと、まあ、今後の影響をお聞かせください。3776友好訪中団というのは、日中間の大きな交流の枠組みというのは戦略的互恵関係というものでございまして、まあ、それにのっとって、やっている
ものでございます。もとより、向こうは上海万博、をされているという、国家的な威信をかけての大事業に5月から10月なさっておられるということで、そして我々が上海への就航便を持っているということ、これの1周年ということで、始めまして、上海万博が始まってから第一公式訪問団が行ったわけでございます。当初は1年間かけて3776有効訪中団を実現しようというのんびりとしたいかにも静岡県的な発想で、こちらの方は進められていたわけですけれども、向こうのやっぱり気持ちを考えねばならんということで、やはり10月中に実現したいということを私は強く、申し上げました。でさらにその途中で9月10日に表彰状をいただけると、これは帝華大使あるいは中国国務院と言っていいと思いますけれども、中国政府の方から浙江省のご推薦があって、表彰いただけるので、それまでになんとか実現しようというようにして前倒し前倒しということを強く言い続けてきたのでありますが、結果的に9月26日に見事3776の数字をクリアできまして、本当に喜んでおります。でその喜びは私たち、県民、の一致した協力ということに対する感謝と同時に、やはり東方航空の社長さんが当初は1人分往復チケットとおっしゃってたのをペアになりました。また、その当選された方といいますか、ラッキーな方はエコノミークラスで乗ってられたそうですが、乗ったらビジネスクラスというんでしょうか、上の方のクラスにアップグレードされていたので、もう感激されたということでした。それは東方航空の本当に、一緒にお祝いをしたいというお気持ちの表れでございまして、さらに浙江省の方からも祝電が届いておりましたし、留学生に我々は親善大使というふうにお名前を差し上げて今回のことに協力していただいてますけれども、彼らからの熱い思いもその場において表明されまして、本当におめでたいことだということで、これは快挙であるというふうに思っております。その狙いは戦略的互恵関係でありますから、互恵でなくちゃならんということをもちろん考えておりまして、呼び水になって中国のこれからの飛躍的な発展に基づく裕福な方々が日本に必ずお越しになるということを見込み、また上海というのは上海だけで1700万、そこに留学生とかビジネスマンとかビジネスマンのご家族とか、そういう人たちがたくさん住まわれているので、それを合わせると2300万と言われています。そして浙江省は5000万ですから、7000万人以上の方々が我々と関わるところでこの3776をお迎えくださるということですから、当然向こうからもその返礼があるものと強く期待して、密かに強く期待していたところでございますが、8月ぐらいになりますといろいろな浙江省の方がお越しになられて、どのようにしてこれに対して報くべきか考えているというようなことをいろいろな席でお伺いいたしました。そうしたことからこれが期限になって中国の方々が本県に旅をされるということが多くなると期待しております。そしてドゥーラーラが本県でロケをされたということが、またこれが中国で大流行りになりまして、今年度最高の視聴率を獲得したということでございます。したがって静岡県、富士とお茶居酒屋、こうしたものが、あるいは小人岬といったところがハイライトをされまして、これから向こうの方々がお越しになるのということで、我々の方も、その大きな期待を持って、両方の互恵が進むようにと、念じているところでございます。尖閣諸島の問題は、突然起こりまして、エスカレートをいたしまして、これは戦略なき欧州関係みたいになりまして、
非常に売り上げておりましたけれども、しかし中国の事情を見れば、来月には党の地方委員会も開かれるし、2年後には国民のすなわち中国の指導者の大幅な人事の刷新も視野に入っています。そうした中で、その前哨戦というとちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、そうした流れがあって、中国の指導者におけるいろいろな力関係というものが今回の件においても働いているということでございましたけれども、私は中国の戦略的互恵関係というのは由来ではいないと、この間9月10日に公式上中国政府として1970年代以来都市間交流、地方政府間交流というものを平和構築のために進めてきたということを言われています。そして前回2008年の時には習近平氏ご自身が、我々はもうすでに中国と地方政府との関係を1500近く達成したことを本当に喜びに思っているというふうな演説もされております。今回は習近平さんはマカオにおける会議、台湾における向こうの総統とのご会見というものがあったために上海には大部屋の席にいらっしゃいませんでしたけれども、そのメッセージは印刷された文書の中に、彼の文書が、2年前の文書が印刷されていましたので、プログラムの中にですね。ですからもうこれは中国の基本的な方針だということで、我々はそれに対して全く、動揺することはないということを言っていたわけです。しかし、打ち明けますと9月26日、午後、あの日は私は浜松に行ったのだと思うんですが、浜松の森の家に行ったと思いますけど、その帰り道に突然電話が入りまして、文化観光部長からで、今浙江省の方から電話があったと、日曜日のことですね、国務院外交部の方から浙江省に向けてこの600人をお迎えすることがなかなか難しいので延期してほしいということがあったそうです。でただしこれの正式文書は翌日、正午に伝えるということだったわけですが、でそして私どもはちょっと心配してたわけですけれども、特に幹部は大変心配されてたようでありますが、最終的に、いろいろな情報をもう通じて、こちらからも我々の友好の意図をお伝えしてまいりましたところ、そうしたことで浙江省の方も大変辛い思いをされたのではないかと思います。閣僚級の会見、公式会見はできないという、そういう国民の方針がまだ解禁になっておりませんので、厳しいご決断ではなかったかとも思いますけれども、昨日、本省すなわち浙江省は静岡県代表団の来節、浙江省ですね、来節を熱烈歓迎いたします。本省は代表団全員に対して歓迎を設けますと、その他の行事につきましては後ほどご連絡いたしますという、そういう連絡が昨日の夕刻に入りまして、皆本当に良かったと喜んでいるところであります。もちろん、上海万博における日本産業館あるいは日本政府館において何か日本人に対して危機を感じるような状況があるかどうかということは、この間一貫して情報収集に努めまして全くないと、浙江省においてもそうした危機を感じるようなことはないという情報は得ておりましたので、私といたしましては今回この戦略的互恵関係にのっとって中国を訪問したいということでございます。さらに付け加えて言いますと、東京にございます富士の国大使館におきまして、鄭大使と富士の国臨時代理大使並びに私との11月、19日における定談が予定されております。これも
どうなるかということで、フジノ国大使館は非常に心配したそうですけれども、帝大使の方からはもう喜んで、この会談には参加したいということでございますので、基本的な枠組みは揺らいでいないと、日中間の戦略的互恵関係を築き上げていこうという基本的姿勢は、私の方におきましても、中国の要人におかれましても変わっていないということが分かりまして、安堵しております。それから小松民の来年4月からこれを取りやめるという発表が今朝なされまして、極めて残念に思っています。この件を知りましたのは少し前だったわけですけれども、私はすぐに谷本を石川県知事にご連絡差し上げまして、谷本さんの方も驚かれまして、でそれで、県知事から FDA 宛てに、ぜひこれは継続してほしいというそういう趣旨のお手紙を出されたということでございます。で私の方もこれはぜひ続けていこうということで、小松便をもう少し皆さん冬の加賀金沢の良さを味わおうではないかということでですね、今度は県知事だけではなくて、やはり金沢市の方がやはり魅力が多いので、ですから金沢市長とも連携を取りまして、この搭乗率をですね、上げる工夫を相談してみたいなと思っております。これは目下のところ 40% を切っているようなところなので、FDA としましては現在の赤字体質を何とか脱却しなくちゃいけないというご事情があって、やはり FDA が黒字体質にしっかり変わらないと、こういうことが起こりうるということはよくわかるわけです。従いまして私といたしましては、そうしたせっかくの日本海側との本権を持っている唯一の空の便でございますので、何とかこれを支えたいとお気持ちは石川県におきましても同じであるということなので、もう少しこの修学旅行というか教育旅行というんでしょうか、そうしたものも含めてですね、可能性をまだ若干時間がありますので、就航している間にこの便の良さをお互いに知り合って、石川県の方々また静岡県民の方々がこの便をもう少し活用されてお互いの良さを知る、その道をなんとか継続させるように努力してまいりたいと考えております。すみません、関連してお伺いしたいんですけど、まず中国の方ですけれども、その26日に最初にまずその600人が難しいというのは、これは中国のその政府が浙江省にそういうふうに伝えたということを浙江省から連絡を受けた、そういうことです。電話で連絡があったそうです。でそして正式に、これは翌月曜日にすると、しかし来なかったんですね。で私の方は、こうしたことは延期するという、延期してほしいということだったんですが、延期するということは実際上、今度は東北航空が大きな飛行機に変えていただいて、しかも臨時便を出してくださると、で2機体制で行きます。ですから延期というふうにして順延などということもできないわけですね。実質上これはキャンセルということになりかねないということで、大変心配しまして、また浙江省のご心配も無駄になるかなというところもございましたので、やはり原則に帰って戦略的互恵関係で、しかも中国政府ご自身がこの浙江省と本県との関係を地方政府間のモデルであるということを何度もですね、発言され、帝大使はわざわざ本県にまで8月にお越しくださって、その3776このめでたい数字ということで来ていただくというのがありがたいと。で中国にもいつ一つをもって1000に当たるという唯一当選、日本でいう一期当選ですね、そういう言葉がありますけれども、もうその言葉がですね、
やはり生きてるんですね。3776人というのは377万6000人という静岡県全体の、人たち1000人1人1000人分で行くということですから、そういうことで本当に喜ばれてるわけです。ですから、新聞報道で日中間の、敵対感情のようなものが煽られかねませんけども、実際はこの人たちを3776の訪中団をぜひお受けしたいと、またその方たちを運びたいと、そしてその達成を共に喜びを分かち合いたいと、向こうの方もぜひ歓迎したいという思いはもうしっかり伝わってきているわけですけれども、まあ、両者における、まあ、それぞれの事情があっての尖閣諸島の圧力というものによって、一番の基礎が失われかねないところまで行ったかなと思う人もいたようですけど、私は大丈夫だと思っていたわけですが、結果的にもう大丈夫になりまして、もう本当に安心しているところでございます。もうこれは地域外交の、成果です。向こう側の浙江省の方がご尽力されてくれたおかげということ。そうですね、やっぱ浙江省の方も、まだ浙江省書記あるいは省庁と私とが面談ができるかどうかというようなことについてはものすごく大きな調整がいると思います。まあ、しかし事態は動いてますから、ですから、そういう流動的の中で、戦略的互恵関係に戻ろうというそういう、ベクトルはしっかり働いていると。まあ、そこからかなり離れたところに行きましたけど、それを引き戻す力もこれは大きいと思います。もちろん国際的な世論もまあ、そうしたことが望ましいと。日中関係が不安定になると、もうこれはもう大きな影響はただに両国にとどまらず、東南アジアを含めて大きなところに影響を及ぼしますのでですね。ですから、誰も、まあ、大多数の人は、これが平穏に、静まるようにと願っていると思っています。その方向に差を指すことができたのではないかと思っています。あともう一点、小松の FDA の関係なんですけども、知事が、まあ、こういうその撤退の動きをその、まあ、少し前にお知りになったとおっしゃいましたけど、それは大体いつぐらい。私が知ったのはですね、9月の上旬ではなかったかと思います。新聞報道で松本経由の北海道行きが料金が高くなるという報道があって驚きまして、すぐに報道があった日かその翌日午前一番で鈴木与平社長にお電話差し上げましたところ、まあこれはその問題は鈴木与平社長も感じてられたとのことでですね、最終的に検討させますということを言っておられまして、小松便については厳しいというふうに言っていられたように思います。ですから、これもですね、私としては厳しいかなとは思っていましたけど、正式に来られたのは 4,5 日前じゃないかと思いますね。本会議中じゃなかったかと思うんですけども、そういうことを検討してるんだということで、副社長さんでしたかね、内山副社長が来られまして、松本経由の運賃は上げないと、小松便は苦しいと、いうことを言われていました。でそしてまだ正式の決定ということではなくて、まあ、そういう方向で検討しているということで、それが今日朝正式に発表されたということですね。その情報は昨日の夜には空港理事の方には入っていったと思います。私も昨日の夜は今朝発表、新聞発表されるということは承知していました。それで今後おっしゃってましたけど、まあ、働きかけというか、まあ、利用率を上げていくということも検討され、まあ、
存続を例えばまあ要望これからしていくのかとか含めてですね、どういうふうに考えていらっしゃる。FDA が黒字体質に変わることの方がですね、大切なんです。あの会社が左前になったら元も子もありませんから。ですから名古屋福岡便もそういうことでやられると、駐機場あるいは着陸料などもですね、やはり、本件よりも有利なところに変えられるというのもよくわかりますね。で、多分黒字体質に変わる5期体制でしっかりやっていくということをやらなくちゃいかんということでですね、全体としてしかし利用していこうという機運はすごく強いですよ。この間くだらに行った時も鹿児島山本知事はもう大変この本県との交流を大事にされてました。で、それは石川県知事も同じです。もうすぐに、その情報を得られたらもう数日後には FDA の方に、これを取りやめないでほしいというふうなことを文書で、要請されたということでしたが、まあこれだけ厳しい搭乗率ですと、そうも言ってられないところがあるので、もう少し県民の皆さんお互いに利用しませんかということを呼びかける必要がありますなと、両者で合意しましたので、じゃあ考えましょうということになってですね、来年の3月撤退に至るまでにこれが実は目がありますよということが示せれば、まあ、これはいつでも元に戻せるというふうには思っております。さらにもう一点、まあ、こういう撤退の事態で今まあ、新しい例えば定期便、例えばあるいはこう新規の就航みたいな動きっていうのはまだ具体的にないですけれども、知事のおっしゃっているその、まあ、60万人70万人80万人というこの目標の達成という意味では今回の件はどういうふうに捉えていらっしゃる。まあ、いろいろと調べていきますと、空港会社、まあ、第3セクターでやってるわけですけれども、第3セクターというんですか、何ですか、指定管理制度でやってるわけですが、あまりサービスの哲学に変わってないですわね。行くたびに感じます。で、それで、空港会社の方々とお話したり、乗客のあるいはそこにいらっしゃる方々、空港にいらっしゃる方々と言葉を交わしますと、どこに問題があるかということは割とはっきりしてまして、まあ、そうしたことで例えばある時間に、アセアナと大韓航空が集中してますでしょ。であれは集中してるけれども、もっと集中できるんですよ。しかしボーディングブリッジがないとかですね、それから、まあ、その他もろもろハードの面における、これを十分にソフトの面でカバーできてないと。またハードの面もソフトによってこういうふうにしたらいいという、提言も出てきていないのでですね、このあたりのところを変えると、空港会社がさらに魅力を感じて、くださるということは目に見えておりまして、私としましては現在の潜在的需要を引き伸ばすためにいくつか施策を考えて、おります。ですからFDA に関しては、小松便が厳しいと、しかしこれは彼らの需要則を大きく下回ったものでございますけれども、一方で需要則をはるかに上回る 70% 台の韓国便というのもございまして、さらに、チャーター便につきましてもハバロフスクから来たとか、まあ、いろいろと思わぬところからですね、来ているわけです。十分に広報もしていないところもございますけれども、台湾なども定期便にほとんど近いようなチャーター便に、の方向に向かっておりますし、まあ、そうしたことがございますので678のスポットを作る、でさらに0番スポットの方にも、可能な限りお越しいただけるようにするというふうなことでございます。まあ、これについてはそんなにお金は出せるのかということと、それからそれを県が決められるのかということがございますが、意思決定主体がこちらがお金を貸している、会社で、その会社も、民間会社ということになってますけれども、
各出資母体が何と言いますか同じ額を出しているので、まあ、どこも前に行けないと、まあ、先頭が多すぎて決定ができないと、で決定する本人は あまり動かないというふうなことになってですね、このあたりの組織の問題もあるなと思っております。まあ、そうしたことでそうした問題をクリアいたしますと非常に風通しの良くなる、需要が喚起できるものになるというふうに思っています。案外国際線に、魅力があるかもしれません。まあ、昨日もモンゴルの旅行をモンゴルの旅行に関わる、ナンバー2がお越しになられて、そしてモンゴルにおける最大の旅行会社の社長さん他が来られました。でもチャーター便を飛ばしたいということを言われてましたから、我々の方もそれに協力するということで、まあ、来年はモンゴル建国100周年、ドブノゴビ州、州ができて80周年ということで、まあもうほとんど行くというようなことがですね、本決まりになったぐらいの会見でございまして、非常に熱い思いを、いろんなところから空港への熱い思い、友好交流に向けての熱い思いを感じておりますので、全体の需要は伸びていくというふうに心配しておりません。ありがとうございました。幹事質問についてはよろしいですか。じゃあ個別質問に移らせて、1点すいません、はい、県議会で定数削減の条例案が議員提案で提出されまして、まあ、まだ成立してないうちで評価を聞くのはちょっと厳しいかもしれませんが、定数減ということで選挙も厳しくなってくると思うんですけど、まあ大きな選挙のたびたび聞いて申し訳ないんですけど、知事として、県議会の選挙に対して、まあ、どんなようなイメージでいらっしゃるのか、いろんなところから応援の要請等々もあるようですけど、まあ、そのあたりどういう姿勢で臨まれるのか、それだけお願いします。はい、これはチーム川勝として、県民380万の方々へのサービスをする、ためにどうしたらいいかということが基本です。でそれで前回の参議院議員の時には、参議院選の時には5月末までは党のマニフェストが出ないだろうということで、5月末までは立候補予定者のところに行っても問題はないということでございました。今回の統一地方選が来年の4月に行われる予定ですけれども、こういう選挙モードになるのはいつぐらいかということで、これも4月の段階でチーム川勝の中で副知事を中心にいろいろとご相談申し上げて、でそうすると、まあ、この9月議会が終わる頃までは大丈夫だろうと、それが終わってからは大変だということで、10月中旬、まあ、16、17日というところが限度と、でもうあとは完全に選挙モードということで、それ以降は一切まあ、議長副議長のようなご就任の時のご挨拶は別ですけれども、いわゆる選挙運動の真っただ中に私やあるいは県の者が応援に行くというようなことは一切しないということでございます。期日としては現在10月16日まで入っていますでしょうか。16日まで入っております。それ以降はいたしません。はい、はい、まあ、今度の訪中の件で、はい、昨日ですか、歓迎しますという話があったということですけれども、具体的な中身の予定が変わってくる、まあ、先ほどの会談も含めてなんですが、変わってくる可能性というのはあるんでしょうか。そうでしょうね。例えば、具体的に向こうから出ているものとして広州浙江省に歓迎楽団がある、で本県にも歓迎楽団があると、その両者で合同の演奏会をやろうということになっていたようですが、こういう合同の演奏会の準備をできていないのでこれはできませんというふうに言ってきました。ただそれは例えば演奏者の方々が演奏はなくても
静岡県の県民として性交渉をご覧になるということを妨げるものじゃありませんので、まあ、そのあたりどうなさるのかなということがあります。私の方は、国民の方から閣僚級の公式会談は避けるようにというその指示といいますかがまだ有効なのでですね、性交渉としても考慮されていると思います。私の方は成り行きを待つと。で、性交渉の方としてはそれが解禁されればすぐにでも会見は可能であろうとは思っております。そうしたことで、流動的で、生まま行くと。ただし、いつでも公式会談に変わればそれに応じる用意はあるというようなスタンスでございます。こちらの方から売り言葉買い言葉で、敵対的な関係を作るというようなことは一切しないということですね、はい、どうぞ。産経新聞の田中です。尖閣諸島の問題なんですけれども、このことで、本県への中国からの旅行客のキャンセルが何件かあったようで、観光、そういう観光面への影響についてどのようにお感じになっているのか、あと、そういう事態をもたらしてしまった日本政府の対応についてお感じになっているところがあればお聞かせください。いくつかの県でも訪問をキャンセルするとか、向こうからの方もお越しにならないとか出てきてますね。ただ、具体的に、反日運動が旅行先で起こっているのかどうかというふうなことを調べてご覧になりますと、少なくとも、そうしたことは報じられてませんね。4人の方が軍事基地の中に入って、逮捕といいますか拘束されたということはありますけれども、それ以外に何か両者がいざこざを起こしているとかないと。でおそらく中国の方が本県あるいは日本各地にお越しになるについても日本側としてですね、反中国的な、暴力沙汰のようなもの、こうしたものはなくて、むしろ日本国民全体としては、これが早く、収まるように収まってほしいというふうに思っていると、私もそう思っております。日本政府の、対応についてではありますけれども、どちらもどちらかなと思っています。国連、におきまして、前原外務大臣が日米関係の同盟の強さをこの件について確認されたということはプラスだったかなと思います。すなわち、尖閣諸島のところは日米安保における共通利害だということですね。クリントン長官がその旨を発言されたというのは成果だったについてはなかなか評価分かれるところですけれども、温家宝首相のあのご発言については、何か私は目が浮いているような感じを受けまして、いろいろな圧力が首相の方にもかかっているなというふうに受けました。それをもう発言内容だけ見れば中国の国益をしっかり言ったということになるかもしれませんけれども、一方で、その温度でないと受け取られる面もあって、結果的に中国の国益を損なっているという見方もありますので、したがって今回はですね、両方とも矛を収める道を乱しながらエスカレートして、戦略的互恵関係というところにどう戻るかという道筋がからだん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 離れていってですね、心配しておりますが、しかしこれは1969年以来の問題ですし、公式上は1980年代から領土というふうに言いました。向こうが69年にあそこに資源があるということが分かって以来、中国の方の態度が非常に、強くなってきましたですね。ですから今日明日で解決できる問題じゃないと思っております。文字通りこれは互恵の関係、海底資源と海洋資源で、海洋資源は動いてますからね、
海底資源が動かないと。しかもこれはどういうふうにしてお互いにその天然ガスを共同で開発しようかということを言ってたわけですから、これはもう互恵の関係です。で、中国がエネルギーに極めて厳しい不足をしている状況で、あの発展を支えるためにはもう石油や天然ガスや全てのものを活用しなくてならない状況ははっきりしています。一方、その領海の問題があるということが、領土の問題があるということでございますので、まあ、それはもう重々承知の上でお互いやっていて、エスカレートしてそれが解決できるというふうに思うほど政治家はバカじゃないと思っておりますが、ですからそれが我々に心配を与えているのはどちらもどちらだというふうに思っています。ヒロさんどうぞ。ヒロさんどうぞ。すみません、 FTA のことで追加で質問させてください。小松線に関して、まあ、金沢市長などとも協力しながらもう一度何とか路線が復活してもらえるようにしたいというお話は分かったんですが、一度その会社がですね決めて、なおかつ、まあ、機材繰り等も含めていろいろ FDA としては考えるところがあると思います。これを撤回させるとなると相当の、手こ入れ策が必要になるかと思いますが、具体的にはどうしていくお考えなのか改めて聞かせてください。これまで谷本県知事とこれまでの交流を、交友を、友人関係をベースにいろいろと、お互いこれを育てていこうと言ってたわけですが、よく考えてみると私は山手さんと、もっと親しい関係があって、でそれで県知事として県知事というふうに見てたわけですが、山出市長というのは大変立派な方 でそして彼の組織された観光に関わる委員も仰せつかったこともありまして、でそしてやはり静岡県の方が見たいのはもちろん加賀温泉とか和倉温泉とか能登半島もあるかもしれませんけど、やはり兼六園だ、あるいは金沢の城下町だと、いうことではないかと。でそして観光に非常に熱心で、新幹線も駅あるいは駅前の道路の整備、そして兼六園につながる道路の両側の家々などは人々を迎えるために山出さんが構想されて実現されてきたものでですね、山出さんとこの FDA が昨年の7月に小松便が就航してから一度も目にかからなかったは誠に私の不注意であったと反省しておりまして、すぐにでも会いたいと思っております。ですから何か彼と合わせてやっていくと、あの方は知恵のある方ですからきっと協力してくださるだろうと思っております。まあ、当初この小松便ができるということになった時に、金沢の友人の、金沢には10年ぐらい毎年行っておりましたものですから、いわゆるジャパンテントで、いろいろな友人がいるんですけれども、大変経済界の期待も高かったです。そうしただけに、潜在力が十分に発揮されてないと。でこれは飛んでる時間のもあるかなと思ってるんですね。夕刻について翌日帰る形でしかできないんじゃないかと。飛ぶ時間は1時間余りなのに、実際上1泊2日せざるを得ないという状況になってますね。ですからそうしたところも含めてですね、それをいかにメリットに変えるかと。せっかく金沢に行って、日帰りでということでない方法があるでしょうと、どうしたらいいですかというようなことで、山井市長と、じっくり、この、育成策を話し合ってみたいと思っております。今のところは私は与平社長には修学旅行のようなことができないものかと、日本海側の少年少女たちと太平洋側の少年少女たちが交流するというのはきっと忘れがたい教育効果があるのでできないものかと、いうことは申し上げまして、それはいいですねと与平さんは言ってられました。しかしまだそれを私商品といいますか具体化してないんじゃないかと思ってるんです。まあ、これをやるためにはもう少し、向こうの当局と意思疎通を図らないでいかんということでございます。まあ、今回正式な発表があったので、いよいよ鉢巻き締め直してですね、交流の門戸を開けるための
努力をしてみようと思っているところです。で、可能性としてはまだなんとかなるのではないかとお考えだということでよろしいですか。常に可能性は最後まで、3月31日までその可能性は探ります。上がってくればいいんですから。ありがとうございました。あるいは平均登場率までいけばいいんですから。小松を除いた平均登場率までいけば、それは損失与えませんからね、はい。まあ、そういう目処はちゃんと持った上で考えてまいりたいと思ってます。じゃあ余計なことですけど一言ぐらいしておきましょうか。新聞の報道でですね、羽ばたき橋のところで、代執行といいますか強制収容に至るのは何事かといった趣旨の記事が出ましたか。出たとすればですね、それは誤解です。もう橋は出来上がってますね。であとは空港まで、でその一部数百メートル、数十メートルかな、75メートルぐらい、400メートル、失礼しました、400メートル、まあ、そこのところに一見問題があると。で、その方のことはよく調べました。でそうするともちろん県が作るんですけれども、そもそも一番最初の問題は市が道路をここに作ると言ったときに、その地権者の方に誤解といいますか十分な説明がなかった。その方がその恨みをというかその誤解を持ったまま亡くなられたそうです。そのご霊息が首都圏にお住まいになっているということだったわけです。で一度もそこに住まわれてないということだ。でそれでご霊息のところにうちの者が行きました。それからまたお墓が島田の方にあるものですから、そちらにもお参りしてですね、その方のお母様のところにお参りをして行ったんですけれども、会ってくださらないと。電話しても、取り付く島もないと。で文書を送っても返事がないと。でそれでそもそも原因は島田氏が作ったのでということで、島田の市長に連絡差し上げましたら会いに行かれたそうです。でそして、ご本人とお話しされたところ、ご本人はお母様の意思もあるので、亡くなられたお母様の意思もあるので、分かった、はい、ということで判子を押せないと。しかしじゃあ代わりに私が押しましょうかと言ったときにノーと言われなかったということで、島田市長が代わりに判子をしたということだったんです。でそれを聞きまして、息子さんは母君の遺言というかお気持ちをずっと尊重され続けたと。おばあさん、祖母、おばあさんのご意思をきっちりと貫徹されたということが分かりました。でそのことをやっぱりご報告しないといけないということで、この間の3776訪中成功日の途中、そのお寺に寄りまして、いやそれで、のお墓に お花を捧げまして、お孫のお坊ちゃんはしっかりとおばあちゃんの、言われたことを貫き通されたと、立派だったと、立派ですと。でしかし、もう藤枝の人、島田の人、また多くの方々にとってこれは悲願の道であるので、こちらの方でそれを使わせていただきます、よろしくございましょうかということを お祈りしましたところ、声なき声が聞こえてまいりまして、はい、それは仕方がないねということのようだったので、安心して、この道は使わせていただくということになったことをご報告申し上げます。あれはどうしたんでしたっけ、ね、よろしくございますか、はい、以上でございます。ありがとうございました。